はい、みなさんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、実は皆さんが普段やっていることが体にはちょっと悪いんだよっていうようなことをね、お話しさせていただきます。普段ね、仕事されている方もね、学校行ってはる方もですね、昼休みの後にね、睡魔に襲われたりね、こう気だるくなってしまったりすることとかね、あると思うんですけどね、それっていうか、ランチの食べ方にね、原因がね、あるんです。その状態はね、非常に体に悪いです。そんなね、午後の仕事とかね、午後の授業とかからね、影響を及ぼすね、 NG なランチの食べ方をね、紹介します。紹介はするんですけども、中にはね、当てはまらないとも言ってますし、その体やね、その毎日の生活サイクルにね、合わないとも言ってるかもしれませんのでね、参考程度にお願いします。まずね、栄養的に NG なのはね、その炭水化物を中心としたメニューをね、食べる、朝食を抜いた状態でランチを食べるの2つです。そして心と体的にも NG なのはですね、ランチをいつも車内で食べる、よく噛まずに早食いする、いつも同じ店で同じメニューを食べるの3つです。午後のね、仕事のパフォーマンスをね、上げるにはですね、 NG なランチの食べ方を改善しましょう。まずはね、炭水化物中心のメニューを食べるのは NG っていうところなんですけども、これはね、中心的になりがちなんですよね。ほんでそんなメニューがね、非常にね、多いんですよ。午後からね、仕事を頑張りたい人がね、避けるべきなのはね、ラーメンやざるそば、うどんなどのね、粉物ですよね。炭水化物中心のメニューです。午後の仕事の効率をね、落としてしまう理由はね、これからお話しする2つなんですけどもね、まず1つ目がですね、血糖値の乱高下を招いて睡魔に襲われるでございます。急降下じゃなくてね、乱高下なんですよ。空腹時にね、ラーメンやざるそば、うどんなど粉物ですよね、炭水化物中心のメニューをね、食べるとね、吸収が早くでね、血糖値が急上昇します。血糖値が急上昇するとね、血糖値を下げようとしてね、膵臓から大量のインスリンが分泌されて、今度は血糖値が急降下してしまうんですよ。このようにね、食後の短時間に血糖値が急上昇して急降下することをね、血糖値スパイクと呼びます。血管のね、炎症やね、酸化ストレスをね、起こしやすくするほかですね、動脈硬化が進む原因にもなります。危ないですよね、非常にね。食事のね、昼食の後にですね、強い眠気に襲われたりね、こうぐったりとしたね、疲労感をね、感じたりするのはね、すごい要注意です。それはね、血糖値スパイクをね、起こしているね、可能性が非常に高いです。ラーメンやざるそば、うどん以外にもね、炭水化物中心のメニューっていうのはね、まだまだあります。例えばね、忙しくてね、ジュースだけを飲んだりとか、菓子パン、カップラーメン、おにぎりだけでね、済ませたりするランチっていうのはですね、血糖値のね、乱高下をね、招く危険性が高いんです。そして二つ目がね、ビタミン B1 が不足して体のだるさを招くでございます。炭水化物中心のメニューのね、もう一つのね、問題点っていうのはですね、満足感が低いことや、ビタミン B1 が不足してしまうことなんです。たくさん炭水化物を食べていてもですね、栄養バランスが偏っているとね、食欲が収まらないことがあります。肉や魚、卵などのタンパク質をね、摂取することでね、食欲がね、抑えやすくなります。またね、ビタミンというとね、野菜や果物に含まれているイメージなんですけどね、ビタミン B1 っていうのはね、肉や魚にも多く含まれています。ビタミン B1 はね、糖質の代謝をね、サポートする栄養素なんですよ。ビタミン B1 が不足するとですね、いくらたくさん食べてもね、糖代謝が滞ってね、エネルギーに効率的に変換されないので、体のだるさやね、疲労感をね、招くこともあります。夜にがっつり食べてもね、午後から力が出ないのはね、炭水化物中心のメニューのせいかもしれませんね。ちなみに午後から仕事を頑張りたい人におすすめするランチっていうのは、タンパク質を中心に野菜、お
米、汁物、海藻などをねバランスよく取れるね和定食のメニューですよね。あのご飯よりもね先に野菜を食べればね糖質のね吸収がね穏やかになると言われてますし、血糖値の乱効果もね予防できるとのことなんです。といってもね毎日定食屋さんにね通わなければならないのではありません。まあ、例えばね牛丼屋さんやったら味噌汁やサラダがあるじゃないですか。で蕎麦屋さんやったらトッピングでねほうれん草のおひたしとかありますよね。そのようにねサイドメニューをねあの活用してもらったらですね定食メニューに近づけることはできます。あのコンビニでもね定食メニューの選び方はね可能です。まあ、できるだけね多種多様なものをね選んでもらってねバランスの良いランチを心がけましょう。そして次はねあの朝食を抜いた状態でランチを食べるのは NG でございます。あの昼食後にね強い眠気に襲われたりねぐったりとしたね疲労感があったりするのはランチの取り方以前にですね、そもそも朝食っていうのを抜いてしまうことでも関係してきます。朝食抜きでねランチを食べるとですね先ほども言いました血糖値スパイクが起きやすいようなんですよ。朝食を抜くとね次の食事での血糖値の上昇の幅がね大きくなることが分かっています。まあ朝からねがっつりと食べる必要はありませんけども、その卵や牛乳、豆腐などのねタンパク質や脂質ですね、または野菜などのね食物繊維をね取ることがおすすめです。これはねセカンドミール効果といってですね次の食事、まあ、セカンドミールっていうのであるランチでの血糖値上昇をね抑える働きがあるためなんです。朝食を食べることでね代謝も上がりやすくね、またランチのタイミングで食べ過ぎてしまうこともね防ぐこともできます。朝食をしっかり食べるというよりも朝は水分の摂取と軽めの栄養補給と考えておくと良いでしょう。朝はね新ただしかったりね、まあ、食欲がなかったりする人も多いんでしょうけどもね、まあ、午後から眠たくなったりね気だるくなったりするのをね避けるためにはね少しでも食べておくことが良いんだと思います。まあ、少しでも食べておくことがいいんだと思います。その次はですねランチをいつも車内で食べるのは NG でございます。冬休みのランチはねいつもどこで食べてますか皆さん。まあ、大きく分けるとですね、まあ、自炊のお弁当やねコンビニなどで買ってきたものを車内で食べる、それか外食するのね 2パターンがねあると思いますけどもね、まあ、午後からの仕事のパフォーマンスを上げるにはねあの後者がおすすめです。外食がおすすめです。まあ、外食って言ってもね車内じゃなくて社外ですよ。あの会社の外で食べるのもたまにはいいっていうことですよ。というのもですねあのお昼休みはね午前の仕事で溜まった疲れをね癒してあげて集中力を回復する絶好のねチャンスなんです。それなのにね、まあ、忙しい時間がないからといってね会社のデスクでね新たしくランチをね済ませるとですね集中力が十分に回復せずにですね帰って午後からの仕事にね支障を来す恐れがあるんです。またね癒しやリラックス、平常心に関わる脳内物質のねセロトニンをね活性化させるためのね外食は有効です。セロトニンはねずっとデスクワークをしているとですねもう低下してねこうイライラーってしたりねその意識のね減退につながりますけどもね、日光を浴びながらね少し歩くだけでもですねセロトニンが復活するそうなんですよ。午後から爽やかなね気分でね仕事を効果的に進めるにはですね昼休みやオフィスにもこもらずにですねぜひ外でねランチを取りましょう。お店でランチをいただく以外にもですねテラス席とかね、まあ、公園などあるじゃないですか。自然に近い場所でねランチをね弁当をね食べてもらうのもねありですよ。まあ、近くにほんまにその小さな公園でもいいんでねその森林浴をねしてもらった方がね精神的にもね穏やかになりますのでね。そしてよく噛まずに早食いするのは NG でございます。セロトニンをね活性化させる方法としてはね日光を浴びる、歩く以外にももう一つですね咀嚼が挙げられているとのことです。咀嚼ね噛むということですね。歯応えのあるものをね10分以上かけてねよく噛むことでねセロトニンのね活性効果がね現れるそうです。まあ疲れますけどね。逆にあの栄養ゼリーとかだけでねランチを済ませたりとかね柔らかいその麺類やねパンなどをね新たしく食べたりしてはね午前のデスクワークでこう低下したセロトニンをね十分にねこう回復させることができません。またねこう咀嚼しながらねその言語脳っていうのをね同時に使うとねこうセロトニン活性効果がね弱まるということなので、食事しながらねこうスマホを見たりとかねあの仕事をしたりするっていうのもね望ましくないようです。まあねお酔い悪いですからね。効果的にねセロトニンをね回復させるためにはね食事に集中してしっかり噛みましょう。そしていつも同じお店で同じメニューを食べるのは NG でございます。
ランチを何にするのかあれこれ考えるのもね面倒なのでね、まあ行くお店がある程度ローテーションで決まってたりとか、まあ同じメニューばっかり選んでいたりはねしませんかね皆さんね。まあその方がね外れが少ないというメリットもあるものですね。実は心と体的にはねおすすめできないんです。というのもですね、まあ人間の脳っていうのはいつもと違う行動をとることでねアセチルコリンというね物質がね活性化するそうです。アセチルコリンというのはですね、創造性やひらめきに関わる脳内物質ですね、仕事の企画やアイディアをね、考える重要な役割をね、担っております。仕事でスランプにね、陥ってる人っていうのはね、もしかすると脳への刺激が足りないのでね、アセチルコリンがね、不足してるからかもしれません。いつも同じお店でね、同じメニューばっかり頼むのではなくてですね、美味しい店かどうかわからないけど、ちょっと入ってみようとかね、まあ、このメニューは初めてだけど食べてみようなどね、チャレンジをしてみて脳を生き生きとした状態に、ね、切り替えてみましょう。そんな感じでね午後に悪影響を及ぼしてしまうランチの NG な食べ方っていうのをね紹介しました。お昼休みにね何を食べているのかね振り返ってみてね、実は午後のパフォーマンスに悪影響を及ぼすランチの取り方をしていたとね気づいた人も多いのではないのでしょうかね。午後からバリバリ働くっていうためにもですね、その栄養的にもね心と体的にもね、ぜひこの機会にねランチ習慣っていうのをね改善してみてください。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。